皆さん、こんにちは。杉下瞳です。えー、今日は私たちは本当に人の話や音を聞いているのだろうかっていう話をしたいと思います。はい。えっとですね。私たちって基本的に人の話を聞くときに 自分の知ってる言葉を自分の好きなように聞いて好きなように解釈をしているんですよね。だからだいたいその聞いてるところ人と会話してても自分がどこをピックアップしてるかとかってその人それぞれの過去の記憶によるものだと思うんです。だからこう3人で話をしてても誰か1人が言ったことが 私はすごい、なんかその言葉どういうことなんか気になるって思って、思ったり、不快感が、なんであんな言い方するんだろうって思ったりしてても、もう一人の人は全然気にならなくて、ああそうなんだ、みたいな感じで、そんなこと言ってたことすらも気づかずに普通に会話ができるっていうことってたくさんあると思うんです。 なんか逆に私自分が言ったことがすごい傷つけちゃったって思うことが相手が全く気にしてなかったりまあ思った通り気にしてたりいろんな場合があると思うんだけどそれもやっぱりその人の記憶とどこをピックアップしてるかっていうところなので話を本当にまっさらな状態では聞いてないんですよね だからそこをなんかこう捉え直して本当に今この瞬間にいて人の話をまっさらなこう自分のこうフィルターを完全に外すことはできないけれどなるべく外してハートオープンで人の話を聞いたときに何が見えてくるかでいつものと違うものが見えてくるっていうことってあると思うんですまっさらな状態で聞くこう固定概固定観念とかそれって で、そういうことだよねとか、なんか、それ怪しいじゃんとか、それなんか恥ずかしいじゃんとか、なんかそういうものを全部取っ払ったところで話を聞くってすごい大事なことだなって思ってるんですよね。なので、なんかまあ私のクラスでも私は言ったことをすごく すごく心に響く人もいれば、全然違うところが心に響く人もいるし、それってやっぱり人それぞれだし、あとは、ひとみちゃんこう,こうこうやって言ってたと思うんですけど、っていうことが、言ってないよってこともいっぱいあるわけ。だからそれってみんな自分の都合よく解釈して聞いちゃうとか、なんかこう、例えばだけど、よくあるパターンは、自分のことを責めたりしてる人特になんだけど、自分のこといつも責めてるから、人も自分のことを責めると思ってるから、ちょっとした言葉を全部、 悪いことだと変換して聞いちゃうっていう人はいてなんかネガティブに捉えちゃうっていう人もいるしそこってこう気づきながら本当にその風ふうに言ってたのかなとかそれって私がネガティブに捉えてるんじゃないかなとかっていうふうに見ていくってすごい大事だなと思うんですよねでそれがあるかないか気づいてるかどうかで人間関係はめちゃくちゃ楽になると思います だし、あの、人間関係うまくいってるってうか、コミュニケーション能力高いなって思う人は変な風に取らないし、なんか嫌だったらすぐその場でパッと言,言えたりね。え、それなんかちょっともやっとするんですけど、とか。え、なにそれひどいとか。なんかこう、さらっとその場で言えたりとか、すごいなと思って、私なかなかできないタイプ、できなかったタイプだから、結構すごい、こう、観察してすごいなって思っちゃったりするんだけど、 なんかそう、なんかね、それをこう溜め込んで、あれどういう意味だったんだろう、もやもやもやってら、って大きくして、言えなくて、あの人嫌いみたいになっちゃったりするより、パッとその時、言って終わらせて、本人も覚えてないみたいな、そのことあったっけぐらいの感じに、まあね、あの、その人の質とか性格にはもちろんよるんだけど、それぐらいこうなんか軽やかに聞けたらいいよね。で、 あの、もう一つ、私、今、ボイストレーニング、いろんな先生の受けて、いろいろ自分の声とか、あの、声の出し方を研究してるんですけど、もう、すごい面白いことがあって、あの、それって、私はそのクラス講座とかセッションやって、人って聞きたいように聞いてるなって思った、体感としてあったんだけど、それって音楽もそうなんだって。 だから、例えば、ドレミファソラシドって音階があるけど、このドレミファソラシドも記憶らしいんですよ。だから、えっと、みんなが記憶してるドレミファソラシドがみんなちょっとずつ違うみたいなのね。なので、音程がは外れるとか、あの、音痴になったりとかっていうのは、そういうので起きてくるらしいんですよ。実際のドではなくて、私の中の記憶のドってこうだよねって思いながら歌ってる。 まあそれが違ったりみたいなことはあるんだって。で、まあそれが全く狂ってない人のことを絶対音感って言うんだけど、なんかもう音楽すらも記憶で聴いてるんだって思ってで。私自分で音楽、曲作ってるけど、自分が作ってる曲すらも記憶最初のインスピレーションの記憶だったり、記憶と出してる声が全然なんかこう自分の中ピタッと来ないから、 なんか、いろんなんか試行錯誤をすごいしたりとかってしてるんだけど、いや、なんか耳ってすごいなーって思ったんだよね。で、これってさ、なんか耳だけじゃないじゃない目もそうだよね。なんか、いつも見てるものでは当然目に入ってるけど、ここにこれあったの気づかなかったみたいなこととかさ、なんか、いつもの通勤の道とかでも、ず何年もここってるのにこれがあること見てなかったみたいなことってあると思うんですよね。 そうやって私たちは慣れ親しんだものを見てる。で、あとのものはないことにしちゃってる。で、これは目も耳も言葉も音楽も会話も全部そうなんだ。すごいみたいな。って思ってるところです。私たちって本当に記憶で形成されちゃってるんだよね。 だからそこに意識的になんか常に、バーって毎日新しく見て、毎日新しく聞いて、毎日新しく感じて、毎日新しく話ができたらいいよね。それって集中力いるなって思うんですよ。無意識に集中せず、だらだらっと生きてると、まあいつもの感じになっていくんだよね。 これが別になんかしなきゃいけないとかそういう話ではないんだけどなんかそんなことを私はいつも何を見ていて何を見ていないか私は何をいつも聞いててこれをいつも聞く癖があるとかなんかそういうことがなんか見れたら結構面白い発見につながるんじゃないかなと思うんですよねなんか特に私は自分の歌ってる歌を聴くともう添削しちゃうのよ ああ、ここ違う、ここ違うえ、ここ外れてる、ここ違うって、こう。ってことはもう、できてないとこしか聴けなくなっちゃってて、私の耳的に。で、この結局耳で聞、一つの音楽聴いてもみんなが聴いてるところ、拾ってるところとか、音域とか、全然違うってことが本当に分かってきてさ、私が聴いてる、この曲一つが、私が聴いてるものがみんなが聴いてるわーだって思っちゃうけどさ、違うんだよね。 私はここが気になるってうすごい言っても、他の人はあれ全然気になんないけど、みたいな感じだったりするわけですよ。だからもう、まあ、それって例えば絵とかデザインとか、なんか踊りとかもそういうことも全部そうだと思うんだけど、なんか私の耳が絶対正解だって思いすぎると、それはそれで、 ただそれは記憶だったり、癖だったり、なんか耳の形状とか骨骨格とか、なんか脳の仕組み的なことでしかなかったりするから、なんか自分が何かにこだわるってことが、本当にそれがさ、本当にまっさらな状態で聞いてるものから、まっさらな状態で見てるものからのこだわりがどうかとかもわかんないよね。で特に、ま目、目は、 まだ、なんていうのかな、見えるじゃないでもこの音とか、その時過ぎ去っていくような、もっともっと捉えられない、触覚とかさ、味覚とか、聴覚って特になんか視覚よりもさらにそこって曖昧になってくるから、ね、奥深いですね <laughs>。なんか確かな耳を持っている先生に、ボイストレーニングとかはね、 してもらった方がいいよっていうふうに言ったけど、確かじゃないんよね、みんな。だから、だからこそ個性とも言えるんだけど。いや、耳ってすごくないっていうか、人って記憶、もう私って記憶の塊なんだよなっていうか、記憶ってすごくないみたいな感じで、いつも最近思っているところです。はい。なんか誰かの最近の気づきともしかしてシンクロするかもしれないなと思いながら、 撮っていますということで今日はこんな感じ。私たちは本当に人の話を聞いているのか。私たちは本当にその音楽を聞いているのか。私たちは本当に見ているのか。私たちは本当に感じているのか。私たちは本当に味わっているのか。それが記憶か今今日の自分なのかああ。面白いね。なんか研究してみましょう。 はい。今日はそんな感じです。じゃあまた配信します。いいねとチャンネル登録してくれると嬉しいです。いつもありがとう。またね。バイバーイ。